シュマッチ。ウルトラマン X カウントダウン。今日登場するメンバーは、彼の名は X、 ウルトラマン X。 ウルトラマン X とユナイトする大空大地役の高橋健介です。よろしくお願いします。今回大空大地という役はですね、怪獣の研究とかをするラボチームにも所属していて、実際に現場に出て最前線でその怪獣に対して作戦を立案したり、それを隊員たちに伝えてやっていくっていう感じですね。実は一番矛盾を抱えた人間なんじゃないかなと思ってて、怪獣とも分かり合いたいってすごい思ってるんですけど、実際に、見え方的には、パンチなりキックなりって攻撃をしてしまってるっていうところに不安を感じつつ、悩みも感じつつ、でも人々を守らなきゃいけないというのもあって、一番悩みを抱えて最前線に立っている人間なのかなっていうのは思いますね。正直今先ほどもご挨拶で大空大地役の高橋健介ってご紹介させていただいたんですけど、正直大空大地役高橋健介っていうのがすごい違和感があって、僕はもう大空大地として今全力で取り組んでいるので、大空大地高橋健介っていう別の個体がいるとは全く思ってないので、僕自身が大空大地として生きてるって感じなので、だからすごい難しい、悩んでても答えが出ない悩みが多いので、ちょっと難しいですね。はい、今回ウルトラマン X のすごい見どころっていうのは、今回大空大地とウルトラマン X がものすごく会話をするんですね。2人で話すシーンがものすごく多いので、ウルトラマン X はどういう考えで、大空大地はどういう考えで、その2人が組み合わさって X としてっていうところをすごい見どころですね。あともう一つはやっぱり数多くのアーマーが装着されるっていうのはすごい見た目的にも見応えがあると思うので、その変身後も変身前もすごい楽しんでいただける作品だと思います。ウルトラマン X は7月14日火曜日夕方6時から放送開始。いよいよ放送まであと1日、明日です。皆さんお楽しみに。新ウルトラマン列伝テレビ東京系にて毎週火曜日夕方6時から好評放送中。新たなヒーローウルトラマン X、 7月14日からいよいよ登場。絶対に見てくれよな。みんなでユナイトだ。